このまま発進してもドライバーが乗っていないと不自然ということで、ゆかりちゃんが乗っている感じにしましょう。ゆかり、いじられとるで。ゆるふわ軍事チャンネル。はーい。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は久しぶりに手法がついていない車両を作ろうと思います。え？手法なんて飾りみたいな布だからね。戦車作るゲームやろこれ。何を作っていくのかサムネでお分かりかと思いますが、こちらです。ロードローラーや。説明はいらないと思いますが、ジョジョの奇妙な冒険に登場するロードローラーですね。めっちゃ有名なやつや。知らない方に説明すると、敵が主人公に対して攻撃に使ったものがこのロードローラーです。確か終盤の有名な攻撃シーンや。ロードローラーだというセリフはこの作品でも有名ですね。ちょっと形状が見えにくいですが、色は黄色にして進めていきます。まず最初に足回り。スプロケットは製作時点でタイヤのような構造は作れません。この制約のもと、履帯を目立たなく配置する必要があります。となると、前のコンタラみたいに搭載する感じか。画像で紹介すると丸いローラーに履帯を配置します。履帯の形はひし形になるような感じ。この時はこのサイズでも問題なく動かせるだろうと思っていたのですが、結局大変なことになりました。いつもおかしくなるのは恒例やからな。こんな感じのデザインで進めていきましょう。次に作るのはローラー部分。今回作るロードローラー、基本的な操作方法と円柱を作る技術があればそこまで難しくはありません。ほう。ただこの車両、サイズが全くわからないという問題があります。漫画とかアニメにしか出てこんからな。それでこの車両の隣に、ティオというこの作品の敵が立っている公式フィギュアみたいなのがあって、ティオの身長から目安ですがサイズを導き出しました。このローラーはどのくらいあるん？1メートル90センチくらいだね。え、めちゃでかいやん。作品でもロードローラーはかなり大きく描かれているんだよね。それで幅は3メートル。スムースアングルを強めれば、形状は一応完成。車体部分を伸ばして出しておきましょう。ローラーの後ろ部分には泥除けのようなものがついていました。作り方はいつものエクステンド工法やな。面を伸ばして頂点を作る方法だね。ちょっと形を整えてスムースアングルを強めて完成。慣れたもんやな。どうやったらこの形を作れるのかイメージできるようになると楽だね。車体部分も長さを測りつつ、参考画像を見ながら形状を整えれば完成。画像を照らし合わせながら作ると、測った時にほぼ同じ大きさになっていることがあるね。すごいやん。ローラー部分がわかりやすいようにデカールで着色。次は車体から伸びた中央の構造。今回は車体を伸ばす形で作ります。この部分は別パーツを組み合わせて作ってもええな。紹介が遅れましたが、先に作るのは車体の大雑把な構造です。イメージではこんな感じ。細かい出っ張りは全部装飾って扱いか。車体を正確に作って、細かいパーツを積み木のように組み合わせる感じだね。スプロケットも他の 3D 系のソフトも一つのキューブから作る必要はなくて、例えば飛行機なら胴体と翼は別々のパーツから組み合わせて作ると上手にできます。ブロックゲームみたいな感じやな。そう、子供の頃にブロックとカレゴで遊んだ方は、このような 3DCG 系も得意だと思うよ。ほう。わかんないけど、立体構造物を作るスキルが幼い頃に鍛えられている可能性があるね。はい、いろいろ話しているうちに、中央から後ろの構造は完成です。前の構造は左右に動くようにしたかったので、後頭パーツを新たに追加して作ります。やり方は後ろと同じか。そう、大きい形を作って、後ろのローラーをコピーするだけだね。それで、このローラーの両サイドがお椀のようにくぼんでいたので作ります。この戦車というか車両で一番難しかったのがここかな。縁があって中央がへこんどる感じなんか。方法はいくつかあるのですが、今回は頂点を縁まで移動。中央の面を選択して、縮めて引っ込めるだけ。お椀状になった。縁の出っ張りは面で選択してエクステンドするだけだね。おお、できた。長さを調整してスムースアングルを入れればローラーは完成です。前輪は形状をコピーしたものを読み出して、直径140センチに縮めます。移動すれば前輪はサクッと完成。ロードローラーの形なってきたで。ゆるふわ軍事チャンネル。では装飾をつけて仕上げていきます。これはなんなん？ローラー軸だね。それっぽい形を自作しましたが、ゲーム内の装飾を利用してもいいかもしれませんね。この軸を支えるアームみたいな構造。
ローラーが干渉していたので幅を細くしました。画像でもこのくらいのサイズ感やな。こんな感じでいいかな？ええやない。次は後ろ側。形としてはおむすびをひっくり返したような感じ。このように斜めについているものは一旦水平状態で作った方が上手に作れます。そうせんと胃が向いっとったな。先っちょの丸みは丸いデカールを使って下書き。形状を整えて。ガチンと搭載。ここで傾ければ完成。おう、後ろできた。念のため全輪がちゃんと動くか試験します。動いたで。ちょっと動き幅が大きすぎる気がしますが、一応想定通り動いてくれました。ちなみに進路を変えるため搭載したのではなく、あくまで見た目の理由ですよ。このゲームにはタイヤで進路を変えるとかそんなのはないからな。では残りをサクッと作っていきましょう。これはケーキ類がついとるところか。その両サイドの構造はこんな感じ。円柱から操縦レバーを作って。今作っているのはハンドル。あれ、ハンドルって初めて作った気するな。40回近く作ってきたけど、ハンドルを作るのは初めてだね。小さい装飾は大きい状態で形を作った方がいいね。あとはレバーをもう一個乗せて、その上にハンドルを搭載。傾ければ完成。ええやん。椅子はキューブを分割したりエクステンドして、レゴのように作ります。縁もちゃんと作って、座りやすいように形を整えます。暗く塗装すれば椅子は完成。操縦席の横には道具箱。塗装というかデカールを入れて、取っ手をつければこの部分は完成。これで操縦席周りは完成やな。その後ろにある構造をサクッと作って、これは動力周りの構造かな？このような装飾も平らな部分で作ってから移動した方がいいね。前につけるとこうなります。これは車両上部か。3つの構造を均等に並べたいからね。デカールで下書きしておきましょう。こんな感じでいいかな？後ろの部分はこのような構造になっていました。ようわからん部分やな。電気ケーブルとかかな？今作っているのはこの部分。これなんや。何に使うものなのか全くわからないまま作っています。それはいつもや。こんな感じでこの部分は完成です。また尺が長くなりそうなので短めに作っていきます。これは前方の謎の構造。なんか冷やし的なやつや。あとはこんな感じでデカールを入れればこの部分は完成。みんな前側は完成したで。はい、最近何かと作る機会が多いポールのような構造を作ります。これは車とかについているロールケージをイメージしてるのかな？レースカーとかについとるやつか。いつもは何本か組み合わせて作るのですが、頂点数削減の練習もしたいので、画像の通り4本で作り上げます。前側はこんな感じ。それっぽくできとるやん。普通の 3DCG 系のソフトなら簡単に曲げれそうですが、このゲームはすべて手動です。よいしょ。ええやん。あとは色を戻して、細かい塗装をすれば完成。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量105トン。もう現実の戦車より重いやん。だって、主人公を倒そうと思って使った道具だよ。100トンはないと。どんな理由や。正しくは、衝突した時に重くないとこちらが負けてしまうためですね。主砲は搭載しておらず、最高速度は 58km。制作時間だけ真面目に5時間書くな。ちなみに戦闘シーンの撮影にかかった時間などは入っていません。では戦っていくのですが、このまま発進してもドライバーが乗っていないと不自然ということで、ゆかりちゃんが乗っている感じにしましょう。ゆかり、いじられとるで。紹介が遅れましたが、マウスと比較するとこのくらい。意外と大きくて草。視聴者さんの中には、マウスと比較してもよくわからないということで。ヤマトの手法ともサイズ比較してみました。逆にわからんわ。こうやって比較できるのは1分の1の魅力だね。まあ作っといてよかったな。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。今回は私がいろいろ指示するから、あかねちゃんは遠隔操作でドライバー。ゆかりちゃんは乗ってる設定で状況報告ね。設定言うな。また私だけか。では戦闘開始。それじゃあみんな行くよ。あかねちゃん発進。行くで。あれ？前のローラーが浮いています。わろた？何わろてんねん。やだ、黒いのいっぱい出てる。土や土。ちょっと設計画面に戻ります。スプロケットであるあるなのは作った戦車が動かないという問題。原因は？高確率で車体重量と天輪の数、あとサスペンションの設定だね。
この車両であれば100トンあるにもかかわらず、天輪というかサスペンションが4つしかないことが原因。こうなると車体が地面に接触しちゃって動けなくなるね。完全に突っかえとるな。問題なのはこの車両、形状が理由で離体を伸ばしたりすることがほぼできません。どうするん？そんな時はサスペンション設定の一番上、レストアングルをマイナス側にします。おお、車高上がった。普通の戦車でもサスペンションが潰れて見栄えが悪くなる時に使えるね。あとは離体を調整してサスペンションの本数を増やすことで対策しました。それじゃあ発進。発進。ちょっと動いた。そのまま動かしてみて。というかウイリーしとるやん。おお、いった。なんとか動けてるね。これどうなってる？どうなってるって、サスペンションが異常なことになってるね。うっけぇ。おい、こら。ゆかりちゃんの汗がやばいことになっていますが、知っている中で取れる対策はあと一つしかありません。お体か。この地面との接触抵抗がほとんどないお体を乗せて強制的に姿勢を保ちます。つける場所は極力見えないところ。このはみ出した履帯も中にしまいましょう。完璧やで。発進。発進。あれ、まだ浮いとる。ちょっとつける位置が悪かったね。でも普通に動くで。もう一回再設置。面倒なのでこのまま行きます。これはひどい。今は 44km や。完璧だね。角度もちょうどいい。よくはないだろ。このまま敵に突っ込むよ。今何が起こった？これあれだね、お体が地面に引っかかる問題。昔もあったやつか。バグだと思うんだけど、これが普通みたいな意見も目にしたことがあって、対策としてはお体の数を極力減らすことで引っかかりも抑えることができるね。それと前のローラーが地面に接触すると急減速するので、ここにお体を追加。あと敵さんが車体の下に潜り込むのを防止するために柵を設置しました。ええやん。これでやってみましょう。何回目かわからない再発進。みんな行くで。おう、ギリ大丈夫や。左右に振ると前を下げれるんだけど、それっぽい形で動けてるね。でも跳ねるのはしゃあないか。強く跳ねると車体にダメージ入るから注意してね。了解や。それではこのまま敵を撃破していきます。前の敵たくさん。今回も通常の2倍の敵が出るように設定しました。無理すんな。そのまま全速で突撃。行くで。ローラローラーだ。勝負ない。ゆかりちゃんはガルパン仕様なので大丈夫です。多分やめる。あかねちゃんバック。バック。機動性が悪いから行ったり来たりしながら撃破するよ。そのまま全速力。マジ燃えたらチャンス。で、敵戦車撃破や。完璧だね。これ機動性終わっとるけどな。基本的に左右の旋回がほとんどでき、敵戦車車体を擦られて撃破。今のがゆかりちゃんのスタンド能力です。爆発か。ゆかりちゃん汗垂らしながら塗ってるだけだから。あかねちゃんパック。なんか言ったか。ちょっと待って、リプレイ見せて。何？おお、弾弾いとる。これがゆかりちゃんのスタンド能力。敵の弾を掴んで投げ返す。ただの汗っかきキャラではありません。なんで？よいしょ。敵戦車撃破。ぶつかっても動かない敵さんはバグってこっちにダメージ入ることあるよ。そんなことあるんか。この子はどうかな。ほんまや、こっちはスッといったで。敵戦スッと撃破。これ止まらん。やだ、アカネちゃん積極的。事実や。この車両最大の弱点は機動性の低さだね。ほとんどハンドルが使えんからな。敵戦車撃破。あとこれまでいろいろ戦車作ってきたけど、抜けない戦車は衝突ダメージで破壊するしか方法はありません。ということは、どんなに強い戦車も重い戦車に衝突されるが負けると。前の戦車みたいに10トンしかない場合、倍の20トンにぶつけられると、だから負けるね。車重もある程度必要なんやな。あかん、刺さっとる。あかねちゃんいつも以上に積極的。行くで。これ危ない敵や。敵の第一波全滅。ということでこの辺で終わって、今まで作った車両とぶつかってこれがどのくらい強いのか実力を見ていきます。葵の登場や。はい、皆さんこんにちは。私からは今回作った車両が一体どれだけ強いのか検証をしていこうと思います。多分これ最強だよ。最強。自称最強の走行値はこのようになっています。正面走行は150ミリ、その上面は200ミリ以上。
ローラー部分は100ミリですが、傾斜が入っているので160ミリです。側面も100ミリですね。そして操縦席周りが色々とガバガバです。これね、違うんだって。車重を抑えないと機動性が悪くなるから削っただけ。座席背面は150ミリですが、座面は10ミリ。他にもこの計器類のところも10ミリです。ここは弾当たらないから大丈夫。後ろの出っ張りは50ミリですね。ここは狙えないから大丈夫。勝敗基準はこちらが撃破されなければ勝ちです。それでは早速試験していきます。最初に登場するのはこの戦車。総動戦車だね。まともに使える手法は確か76ミリ容器。一応攻撃は防いでいます。このまま突っ込んでみましょう。間もなく衝突。来た来た。撃破失敗。一旦バックして3回目の衝突。はい、衝突ダメージで撃破されました。正しくは双方とも撃破判定ですが、勝利することはできませんでした。引き分けだね。ちなみに引き分けなら通常の車両でも行えるので、この車両である必要がないため負けです。赤目ちゃんと違って厳しい。次はこの戦車。巨大誘導輪で絶対に抜かれない戦車だね。正しくは大きい誘導輪でチュンチュン長弾戦車です。ネーミングセンスがひどい。一応攻撃も防いでいます。時速 43km で衝突します。これは勝ったね。こちらの戦車は43トンなので倍以上重いことになります。105トンにぶつけられましたが無事でした。どんどんやっていきましょう。次は宇宙戦艦ヤマトに登場するガミガスサルバー S6 型重戦車。もちろん1分の1で作った戦車だね。形がかっこいい。間もなく衝突。あれ、被弾してエンジン損傷、行動不能です。続けて砲弾が車体を貫通、乗員にダメージが入りました。これは負けだね。次に登場するのはこれ。これはガレージ戦車だね。正しくは自走式ガスプラント戦車です。あれ、そうだっけ。攻撃きます。キャー、ちょっとゆかりちゃん大丈夫。え、リプレイを見てみましょう。詳しい原因は不明ですが、長弾した砲弾が操縦席周りを抜いたんだと思います。次はこれ。はい、皆さんお分かりかと思いますが、35ミリ連装砲を搭載したカニ戦車です。加速して撃破するよ。私も初めて知ったのですが、砲弾が命中すると車体にも衝撃が伝わるようです。こんな感じで全然加速できない。はい、撃破成功です。これまで作った中でもかなり強い戦車ですが、弱点が見つかりました。というかカニさん戦車ってこんなに大きかったの。それでは最後、前回作った35ミリ連装砲を搭載した高速戦車だね。攻撃力、防御力、機動性がとても優れた戦車です。というかすごいことになってるけ。5両から集中攻撃を受けています。ゆかりちゃんのスタンドが全部投げ返しているという設定。はい、撃破されました。さすがずんちゃんが作った戦車、強いね。この後も何回か試したのですが、接近することすらできませんでした。もうちょっと装甲を増して作っていれば結果は変わっていた可能性がありますが、そうするとさらに機動性が悪くなるので、ほぼ操縦できなくなるかもしれません。検証は以上です。はい、この後にいつも見てくれている視聴者さんにプレゼント企画を用意したので、もうちょっと見てくださいね。ゆるふわ軍事チャンネルでは、プレゼント企画について紹介します。今回検証で登場した戦車の中から、こちらのガレージ戦車ことガスプラント戦車の設計図を視聴者さん限定で3名の方にプレゼントしようと思います。初めてのプレゼントや。参加方法はとても簡単。概要欄にある URL から応募用のツイートを見ていただき、当チャンネルの Twitter アカウントをフォローしてください。さらに応募用のツイートをリツイートしていただくだけで完了です。合わせてこの YouTube チャンネルも登録していただけるととても嬉しいです。応募期間は動画公開日から1週間。その後、当選者にダイレクトメールでダウンロード先の URL を送付します。多分ほとんど応募ないから高確率で当選すると思うで、ぜひこれを機会にスプロケットで遊んでみてくださいね。皆さんのご応募お待ちしていますよ。
最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。